こんにちは、みなんしゅです。このチャンネルでは火山博士が地球最新情報と元気をお届けします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地学ニュースですね。なんとですね、皆さん。日本のある場所で分裂が始まるというとんでもない情報が入ってまいりました。今日の動画では分裂を始めたのは一体どこなのかということと、なぜ分裂してしまうのかということで、詳しくお話しさせていただきます。 はい。というわけで皆さん、今日もよろしくお願いします。そこを日本分裂、始めましたということでね。今日も元気にやって参りましょう。まずは日本分裂が起きそうな場所ということでご紹介したいと思いますけども、この日本列島の中でですね、分裂が起きそうな場所、皆さんどこだと思いますかちょっとですね、予想してみていただきたいんですけども、多くの方はですね、これ、 日本の真ん中で分裂が起きるんじゃないかってね、思われた方多いと思うんですね。はい。この日本の真ん中って何があるかと言いますと、フォッサマグナと呼ばれている場所でございますね。 はい。フォッサマグナというのはラテン語で大きな溝という意味があります。これどういうことかというとですね、このフォッサマグナ地域には古い地層の大きな溝がありまして、これをフォッサマグナと言います。深さは約6000メーター以上の深い溝になっておるわけですね。 で、このフォッサマグナなんですけども、今は新しい地層によってですね、ギャーッと埋まっていると。そのために、一見このフォッサマグナ地域に溝があるかどうかはわかりませんよということですね。はい。で、そんなフォッサマグナなんですけども、この左手にですね、巨大な断層が存在します。ちょうどこのオレンジ線のところですね。名前は、 糸井川静岡構造線という断層になっております。で、この糸井川静岡構造線をですね、境に日本が東西にギヤーッと分裂する。こういった分裂は起きるのかということですね、まずはね。はい。皆さん、こういった日本が東西にですね、分裂するような、このいった分裂ですね。起こると思いますかちょっとね、予想してみていただきたいんですけども。これはズバリですね。 99.9999% 99 99起きないということになります。これ、なんでこういった分裂が起きないのかと言いますと、それはズバり、 日本の真ん中ではプレートが引っ張られないからなんだということです。詳しく見てまいりたいと思います。はい。まずですね、こちらね、日本がですね、東西に引っ張られることによりまして、左右に引っ張られて、日本が分裂しているというのがわかりますけども、こういった左右に引っ張られることによって、日本が分裂することはありえないんだということです。なんで、こういった分裂が起きないのかというと、それはズバリ、 日本の東西分裂を許さない存在がいるからであります。それは誰かというとですね、それは日本列島の南にあります。フィリピン海プレートと太平洋プレートなんですね。はい。この2枚のプレートがですね、日本の東西分裂を許さない存在になっていると。で、これどういうことかと言いますと、この太平洋プレートとフィリピン海プレートというのは共に、えこの大陸プレートに沈み込んでいるわけなんですけども、 このプレートが沈み込むことによってですね、大陸プレートをグググッと強く押しております。すなわち大陸プレートというのは海洋プレートにですね、押されておるわけですね。 はい。で、押されることによってですね、こういった東西にパカッと分かれるような、引っ張られるような分裂は起きないんだということですね。はい。これ地下の中で見るとどうかというとですね、この日西日本と東日本があって、こういうふうにパカッと引っ張られるような分裂は絶対に起きないんだということです。で、逆にですね、この太平洋プレート、フィリピン海プレートが 大陸プレートを押すことによってですね、実はえ西日本と東日本は、えっと、西と東がですね、お相撲のようにギューッと押し合っているというような状況ですね。今こういった状況になっているということです。で、この西と東が押し合うことによって将来起きるかもしれないことがあるんですよ。それは何かというとですね、まずは西日本と東日本が押すことによって斜めにずれると。 いうことが考えられます。で、斜めにずれると何が起こるかというとですね、これ、数千年をかけまして、東西の圧縮ですね。日本列島の東西の圧縮。こういったことがもしかしたら起こるかもしれないよということですね。またはですね、この押されることによって、西と東が横にですね、ずれ動く。こういったことも考えられます。 で、数千年の長い時間をかけてですね、日本列島が横にブワーっとですね、分断される。もしかしたらこういったことは将来起こるかもしれないんですけども、注意事項があります。こういった日本の分裂というのはですね、え今日明日では絶対に起こりません。もし起こったとしても、非常に長い時間かかります。数千万とか数億年とかね、そういった長い時間かかりますんで、 我々には一切関係のない話でありますから、ここはご安心いただきたいなというふうに思います。で、ここまではですね、あくまでもイメージの話です。本当に起こるかどうかわかりませんのでね、これはご了承いただきたいなというふうに思うんですけども、なんとですね、皆さん、そんな日本なんですけども、ガチで、 分裂が起きている場所があるということなんですね。これ本当に起こっている場所があるということで、それは一体どこなのかということで続きまして見ていきたいというふうに思います。ガチで分裂が起きている場所は、西の島から北に1130キロほど行ったところにあります。はい。 九州なんですね。人口約1400万人。面積36780平方キロメートル。西の島9913個分の大きな町でございますが、なんとこの九州が分裂を始めたということが判明したということなんですね。はい。ではこれ、なぜ九州が分裂を始めてしまったんでしょうかそれはズバリ、マントルの上昇流が原説ということですね。 詳しく見てまいりましょう。そもそもマントルとは何でしょうかそれは地球の白身の部分のことを言うわけですね。卵というのは黄身、白身、殻にそれぞれ分けることができますが、地球も同じくえ中心から各マントル、プレートに分けることができるわけですね。そしてこの 卵の白身に相当する部分がマントルとなるわけです。で、このマントルって何からできているのかと言いますと、観卵岩と呼ばれているね、岩が、岩でできております。で、有名なのがペリドットと呼ばれている宝石がね、ありますけども、これが観卵岩ですね。ペリドットと呼ばれている宝石が入っていると。 これがマントルですね。観覧岩です。で、このマントルというのは岩なんですけども、ゆっくりとですね、流れるという性質があるわけですね。 で、特に九州の北部なんですけども、ここにマントルが上昇する場所があるということであります。これどういうことかというとですね、ここ九州の北部なんですけども。で、九州の地下をですね、見てみると、まあ、こんな感じになっていて、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいる環境になると。で、九州のですね、地下なんですけど、この九州の北部からですね、マントルの上昇流がギヤーッと上がってきていると。 で、このマントルの上昇によって、ユーラシアプレートがですね、引き裂かれているということ、左右にね、引き裂かれているということが起こっているよということです。で、このプレートが引き裂かれることによって、実は九州なんですけども、約100万年後には完全に分裂してしまうということが、どうやら考えられているようですね。 はい。まあ、イメージで言うとですね、九州の東西がぐやーっと南北ですね、指定しました。九州の南北がブワーっとですね、分裂してしまう。まあ、そういったことが考えられていると。 で、これ実は年間で1センチぐらいね、動いているそうで、え、100万年後にはですね、え、完全に分裂してしまうだろうということが考えられています。じゃあこれ気になるのはですね、どこが分裂するのかということも気になりますよね。はい。で、これはズバリ、九州のですね、溝の部分が引き下がるということです。九州の溝というか真ん中のところですね。はい。これどういうことかというとですね、この赤いところですね、九州の中央部。まあ、ここがですね、実は九州の溝の部分になっておりまして、 この溝を境にですね、南北に引き裂かれるんじゃないかという行動です。はい。詳しく見てまいりましょう。まずですね、この赤いところですね、えー、九州分裂するかもエリアという風に名付けましょう。で、この辺りって何があるかというと、実はえ火山のですね、雲仙岳、え阿蘇山、そして湯布岳などがありまして、火山が並んでいる地域になりますね。 で、この辺りというのはですね、大昔は、海でね、溝があったわけです。九州の深い溝があったわけでまあ、フォッサマグナのようなね、地域があったわけですね。はい。で、そんな海で、噴火がですね、発生いたしまして、噴火によって、溶岩や火山灰などが、この溝を埋め立てたということです。で、この溶岩などが埋まっている場所が、九州の沈みかも、沈むかもエリアですね。 で、その上にはですね、噴火が起こりましたんで、阿蘇山や雲仙だけなどが並んでいる場所になります。で、この沈むかもエリアを境にですね、パカーッと九州が開いてしまうよということです。で、これ最終的にはですね、パカーッと開いてしまいますんで、阿蘇山はですね、海に沈んでしまうんじゃないかということも考えられるよということです。で、これ、あの、適当に言ってるわけではなくて、実は海に沈んだ山の事例があるんですね。 それが、この日本海にあります山ですね。この日本海の真ん中にですね、実は山都体と呼ばれているね、えー、山があります。で、ちょうど大陸と日本の間にですね、山都体という山があると。で、もともとね、この山都体というのは、えー、海だあう、海じゃない、もともと山だったわけですね。失礼しました、ちょっとね。はい。で、これどうやってですね、海に今沈んでしまったのかと言いますと、 日本列島というのは大昔ですね、えー、こういうふうにユーラシア大陸と日本列島くっついておったわけです。で、この日本列島とユーラシア大陸の間に大和帯という山があったわけですね。で、そんな中ですね、日本列島とユーラシア大陸がパカッと開いていったわけです。で、その結果日本列島完全にユーラシア大陸が離れました。その結果できたのが、えー、日本海ですね。 そして、トタイという山はですね、海に沈んでしまったということになります。その結果、今の山タイがあって、大陸と日本の間にですね、トタイという山があるということで、まあ、海に落っこっちゃった山だということですね。で、これが、阿蘇山の未来の姿になってしまうんじゃないかということになるわけです。興味深いですね。 で、まあこのようにね、九州ですね、100万年後には完全に分裂してしまうということが考えられているよということでございますけども、まあ100万年後にですね、完全に分裂するということになりますんで、まあ非常に長い時間こちらかかるということで、一切ね、我々には関係がないよということになります。はい。で、なんとですね、皆さんこれね、 お話はこれだけではなかったということです。実は今日は日本の分裂についてお話ししましたが、世界にもですね、分裂するかもしれない場所があるということです。それは一体どこなのかということで、今日の問題でございます。世界で分裂するかもしれない場所は次のうちと一緒かということをお考えください。アメリカ、アフリカ、イギリス、ダンゴムシ共和国、宇宙のパーサーと一緒かということでお考えください。さ2。 はい配ルです。正解をですね、なんくは。二番のアフリカということでありましてです皆さん。意外にもですね、このアフリカが、えー、沈んでしまうということで、続きまして、世界で分裂するかもしれない場所、アフリカ大陸について簡単にご紹介したいと思います。このアフリカ大陸なんですけどもね、この赤い線のところにですね、深い溝があるわけですね。 で、このアフリカの水を境に、実はパカッとですね、この東、東西がですね、真っ二つに分裂する、そういったですね、未来がこのアフリカの将来であるということですね。なぜ真っ二つにアフリカは分裂してしまうんでしょうかそれはつまり、アフリカではプレートが左右に引っ張られるからなんだということですね。アフリカの地下なんですけども、このプレートが実は左右に引っ張られる場所であると。 左右にプレートが引っ張られるとどうなるかと言いますと、プレートがチーズのように伸びていくわけです。で、伸びるとどうなるかというと、ここにですね、溝ができるわけですね。このようにプレートが引っ張られることによってできた溝のことを地高体と言います。で、この地溝帯の中に水が溜まることによって、海とか湖ができることがあるんですね。で、 アフリカ大陸のこの大きな溝のですね、北側に実は海があります。それが紅海と呼ばれている細長い海ですね。この紅海という海なんですけども、もともとはですね、こういう風に海がなかったわけですが、アフリカ大陸でプレートが引っ張られることによって大地が裂けました。で、この、えー、水がですね、水が溜まってできたのが紅海なんだよということですね。まあ、引き裂かれてできた海なんだということです。面白いですね。 はい。で、このアフリカのプレートというのは、どんどん伸びているわけですね。まあ最初はあんまり伸びてい,伸び伸びていなかったわけですけどもえ、どんどん時間をかけてですね、チーズのように伸びているということです。で、最終的にはですね、これプレートはギヤーッとのば、伸びますんで、 巨大な溝が作られるわけですね。で、この巨大な溝の中に水が溜まって大きな海ができますから、まあ、このア,アフリカのですね、西と東はですね、完全に分断されるというような状況になるわけです。ということで、プレートが引き伸ばされることにより、アフリカというのは将来分断がされるということですね。はい。で、まあ、日本はですね、こういったね、東西分断は起きないんですけど、アフリカはね、 え、起きますよ、ということです。で、これ、どれぐらいの時間かかるかというと、なんと、たったの3000万年後にですね、真っ二つになってしまうということで、これ、まあ、驚くべき事実が、え、事実というか、まあ、これ、想定なんですけどもね、されているということでありまして、はい。え、この3000万年後で,ですね、アフリカで、大陸分裂の様子、私のチャンネルでも動画でね、公開予定になりますので、 え、これ、情報を見逃さないためにも、ぜひともチャンネル登録ですね。よろしくお願いします。ということで。で、今日一番言いたかったこれ何かと言いますと。はい。今日はですね、このフォッサマグナのですね、大きな断層、糸井川静岡構造線を境にですね、東西で、えー、これ、分断が起きるのかということでご紹介しましたが、まあ、この分断はですね、どうやって起こるのかというと、まずはですね、起きそうなことは、 この、え、伊藤川静岡構造線を境にですね、東西圧縮ですね。まずはこれ起こるだろうと。で、分断が起きるんだったら、多分、こう上下にですね、分断されるですね。こういうふうに縦に分断される。これはね、もしかしたらあり得るかもしれませんけども、今日は下では起きませんので、ご安心いただきたいなというふうに思います。数千万とか数億年とかもし起こるとしてもですね、まあ長い時間かかるだろうと思います。で、ガチで分裂する場所はどこかというと、それは九州なんだと。 九州はマントルの上昇流によって、ユーラシアプレートがですね、引き裂かれる場所なんだと。今も引き裂かれているわけですね。で、少なくとも100万年後にですね、この九州の東西、完全に分裂するんじゃないかということが考えられておりますけど、100万年後ということでね、これも、やっぱり我々には関係がないので、ご安心いただきたいなと思います。で、アフリカはですね、これ、東西にパカッとね、将来分裂がされるだろうということですね。 はい。これはどうしてかというと、プレートが引っ張られることによって、プレートがチーズのように伸びていきます。で、最終的にですね、まあ巨大な溝に水が溜まって、アフリカの東西が完全に分断するということになるわけですね。はい。で、これはたったの3000万年後ですね、分断されるということで、この分断の模様はですね、私の動画でも公開予定になりますんで、よろしくお願いしますということでしたね。はい。では今日の問題でございます。 九州の南北が分裂する理由は何でしょうか阿蘇山の超巨大噴火、マントルの上昇、ケゴ断層の超巨大地震、宇宙のパワーさっとへしようかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください。はい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネルと高評価よろしくお願いします。6月15日のメンバー限定講義は 大陸分裂と、えー、クリスマス等の誕生ということでお話しさせていただきます。メンバーの収益の一部は、被災地に寄付されます。メンバーの皆さんも本当にありがとうございます。シィミティミニシミジキフシディウィティシミシューフィッチュイリトゥグジビビシティイリシティ、イリシティ、イリシティイ、イ e e e